今日から俺はの主人公三橋の活躍ぶりは何度見ても惚れ惚れするわね。千葉最強とまで言わしめた男だからな。不良界の絶対的王者である明久高校の番角、サトシとも対等に喧嘩をしてきたし実力は作中ナンバーワンだろう。しかしそんな三橋も負けたことがあるの走っているか、え？あの三橋が、それも作中5回もあるんだ。三橋以上の実力を誇る人物、一体誰？それじゃ今回は貴重な三橋を倒した男たち5人を一気に紹介しよう。三橋最強説を信じてやまない原作ファンはぜひ最後まで見ていってほしい。それじゃあ始めよう。まずはじめに紹介するのが、南陽高校の白鳥だ。確か物語序盤に登場した南高の番長ね。正確に羽浦番長だ。水面下で南高の不良たちをまとめていたのが白鳥だ。さすが南高のボスだけあって学ランに白のカーディガン着用が活かしてるわ。事件の発端は三橋が1年生の時、校舎内でいじめの現場に遭遇。伊藤の頭を使って有無を言わせず成敗する。その後路上で白鳥たちに囲まれる。昼間成敗した不良が仲間で怪我の治療費に15万円を払えと要求してきた。高校生に対して巨額を請求するわね。切れた三橋はここで決闘。だが相手は6人、しかも角材を持ってくるという用意周到ぶりだ。背後を取られて次から次に殴られる。三橋も検討し5人は倒すが最後の一人というと、ころでさらに敵が追加。最後には白鳥に頭を角材で殴られて倒される。三橋人生初の敗北だった。三橋一人相手に容赦ないわね。それまでの三橋の噂を聞いて危機感は覚えていたのだろうな。伊藤も同様に別のメンツにボコボコにされる。伊藤は復讐を誓い翌日も血気盛んに投稿するが三橋は黒髪に染めて突っ張りをやめるという。でもこれは三橋の戦略だったのよね。ああ、不良をやめたことを装って白鳥たちの注意をそらす作戦だった。日にちが経つたびに白鳥派仲間の集まりが悪いことに気がつく。実は三橋派夜な夜な白鳥の仲間たちを奇襲して病院送りにしていた。多体位置を避けるための作戦だったのね。ついに仲間たちを全員病院送りにした三橋は頭を金髪にした状態で白鳥のアジトに乗り込む。怠慢の末白鳥を成敗した。最後には伊藤のために一発分を残しておいたのも三橋の優しさね。三橋を倒した男二組目は最強の双子、五十嵐兄弟だ。隣町で名を轟かせていた兄弟ね。三橋が隣町の喫茶店でアルバイトをしているところに五十嵐兄と連れの堤が来店したことで出会う。席に着くなり怒鳴り散らかして店員を呼び出し、何ヘラヘラしているんだといきなり殴りかかる始末だ。これだけで傷害罪で通報者よね。本来ならそうだがこの世界は不良に寛大だからな。その後備品を投げて三橋に怪我を負わせるのだから最悪の客だ。五十嵐たちが店を出たところを三橋が後追い先頭に、こんな悪党をとっとと成敗しておしまい、それがそうともいかなかった。最初は素手で戦い三橋が有利に進むが、五十嵐を途中で手にしたのが鉄パイプ。武器を持って強くなるタイプね。本気で振り回しさらに連れの堤が背後から蹴ることで三橋が八方塞がりに。やばいと判断して近くにあったゴミ箱をぶちまいてついには逃げ出した。はい、そうね。その後バイト仲間で朝霧高校の番長伊佐田と一緒に再び二人の元へ。伊佐田20秒だけ相手の動きを封じるように命じるが実際に戦うとたった2秒でノックアウトする。伊佐田、番長の癖に弱すぎね。伊佐田は作中でもトップクラスに弱い番角だからな。予定が狂った三橋は再び敗走。その後ボロボロになった伊佐田を病院まで送ろうとすると道中一人でいる五十嵐を発見し背後から蹴りを入れるがこれが実は五十嵐の弟。そばを歩いていた五十嵐兄も合流して再び劣勢になる。五十嵐兄弟の威信伝心ぶりが半端ないわね。劣勢と見た三橋は再び逃げるが、取り残された伊佐田は五十嵐兄弟に袋叩きにされる。見たび現場に戻った三橋は五十嵐兄弟の攻撃を受けながらも伊佐田の腕を引いてその場から逃げ出した。つまり合計で4回も五十嵐兄弟から逃げ出したということね。1日のうちに4回も敗走してしまった喧嘩は後にも先にもこの1回きりだ。作中60回近く喧嘩をしてきた三橋だが、最も苦しめた対戦相手が五十嵐兄弟と言っても過言ではないだろう。しかし最後は伊藤も合流し復讐戦へ、あっという間に兄弟を倒して三橋、伊藤の名を知らしめることとなった。続いて紹介するのは忠実高校対南高の戦争での出来事だ。え？忠実高校って物語でも影の薄い学校よね？南高と戦争をしたことがあるの。中高は物語冒頭だと比較的登場回数が多い。基本的には他の学校の引き立て役で、かませ犬として出てくる。が、一度だけ三橋を追い詰めるほど前線をしたことがある。
ことの発端は三橋が路上で女性にキスを迫ろうとする中高の不良を殴り倒したことから始まる。この一件で中高から恨みを買う三橋だったが、途中ろんなことから女の子がママの形見だという皿を手にし、女の子に届けようとする。懐に忍ばせて女の子を探すが、その道中三橋に復讐しようとする中高の不良たちと出会う。喧嘩となるが三橋は皿が割れないように防御する一方、腹が逆転だと思い込んだ中高の万角旗は腹を殴ると見せかけて顔面を攻撃。事態は劣勢に。結局は旗たちに好きなようにやられて敗北する。まさか中高に負けただなんて、明久にも勝った三橋なのに驚きだわ。ある意味中高が最も輝いた瞬間だったな。しかも三橋が守った皿はお母さんの形見じゃなくてママという名前の犬の皿だったのよね。犬のためにボロボロになるまで守り抜いた三橋のことを伊藤がめちゃくちゃ笑うんだよな。そんなくだりもあり無事に皿を女の子に渡すといよいよ三橋の復讐が始まる。腹には漫画を忍ばせ敵をボコボコにして残すところ万角の旗というところで地獄界を出入りしているという白江が加勢する。どっからどう見てもやっちゃんね。本当は地獄界を出入りしているだけのまだヤクザにもなっていないチンピラなのだが、後日三橋がドスで腹を刺されたという一芝居を打つことで震え上がった白江と旗をともども成敗した。4人目は空手家の肝を紹介しよう。確か三橋が体育の授業で対戦した相手よね。ああ、南高の近くに新しくできた道場で南高の理事長の上でもあるタコバが開いたタコバ流南洋道場での一戦だ。指導者のタコバはとても厳しく体育の授業で道場を訪れた三橋と伊藤を見つけた途端にお前たちの目指す道は何かと説教を始める。その時の二人の返しが秀逸なのよね。二人に稽古をつけてやろうと呼びかけたのが門下生の大と肝だった。まずはタイが伊藤と試合を始めるが強烈な下段の蹴り一発を食らってその場で立てなくなった。あの伊藤がたった一発で。三橋もさぞ驚いたでしょうね。三橋はその時居眠りをしていたので全く試合を見ていなかったな。続いて肝と三橋の対戦になる。ルールは顔面以外ならどこを殴ってもいいというものだったが、開始早々に三橋は肝の顔面を思いっきり殴ってしまう。いきなり反則ね。試合は仕切り直しとなり再び対戦。肝の蹴りを超人的な跳躍力でかわすが落ちてきたところを回し蹴りで吹き飛ばされる。さらに落下時に頭を強打してその場で気を失ってしまった。これは完全に敗北ね。他の学生の前で完膚なきまでにやられたシーンだな。その後保健室で記憶を取り戻して自分の失態を顔を真っ赤にして恥じる。負けたとはいえ授業の一環での出来事だったので本来ならこれで終わりなのだが、実はこのタイと肝はタコバに内緒で入会希望者から入会料3万円を騙し取り、さらには他の入会者を呼んで来いと暴力で脅迫するという根っからの悪者だった。さらに三橋たちの知り合いでもある熱血空手家の黒崎の拳をエルボーで粉砕するという悪事を働き、それを知った三橋たちはキレてタイと肝に制裁を加える。ゲームセンターにて肝の蹴りを再びジャンプでかわすが、今度は空中で体を移動させて肝に蹴りをお見舞いする。空中で移動ってもはや人間じゃないわ。しかもやられた相手に対してはきっちり復讐を果たすところも抜け目がないよな。三橋を倒した最後の男は、ベニバネ高校の大番長、今井だ。まさかの今井？三橋を倒したことあるなんて信じられない。それが実は一度だけあるんだ。物語の序盤三橋に復讐を誓う今井は半年かけて無知遣いを習得していた。いよいよ対決、と懐から無知を出している間にあっけなく KO される。相変わらず容量が悪いわね。そこで今井は三橋以上の悪い手で懲らしめようとする。まず張り込みお願いして皿わせてもらう。皿わせてもらう？無理を言ってお願いして喫茶店に来てもらっただけだがな。リコはその後すぐに帰るのだがまだ皿割れたままだと勘違いした三橋は今井の呼び出しに乗る。一本過ぎで三橋を待っていると早速不意打ちを食らって祠に吹き飛ばされる。ここで手にしたのが狐様だった。実は三橋ってホラーに弱いのよね。その弱点を知った今井は狐様を持って三橋に詰め寄るが途中狐様を落とすと足に強打し崖から落ちてしまった。これを狐様の呪いと思い込んだ三橋はその場から逃げるが、血だらけになった今井は三橋を追いかけてコーンと一言つぶやいた。驚いた三橋はその場で気を失い今井は奇跡の勝利を挙げることに成功した。もう命がけの戦いね。以上が三橋の負けた5つのシーンだ。こうやって見ると三橋が負けるのは物語の序盤が多かったのね。三橋もまた場数を踏んでいくことでどんどん強くなっていくタイプのようだな。実際肝に負けたのも試合でのことなので明久との戦い以降喧嘩で負けたシーンは一度もない。物語終盤派もはや神がかり的な強さだったものね。伊藤も三橋も終盤は無双だったからな。
実際二人が殴り合うシーンもあってどっちが強いのか問題もあるが、それについては別の動画で考察しているのでそちらもぜひ見ていってくれ。今日俺の魅力をこれからもバシバシ配信していくのでチャンネル登録も忘れずにな。それでは、ご視聴ありがとうございました。